いや私言わんやったけどね、ジャニー、ジャニーもダメ。あそこ持ち直してたんだよ。最後の文化は精神あそこか。エースが普通に戦わないですから、みんなそうですよ。そんなね、習い事したらダメよ。いつものするって言って。いや、ね、いつものってなったのに、やっぱ精神世界を見ることって何なんですか。あはっいや、出勤なら出勤それは流すとやね、まあ、ちょっとそこ置いてるんですか。いやめちゃくちゃすぎて会場中が大爆笑で、もう受け入れないでやったら、ちょっとあげない自分で飽きられるぐらい、たまにはここに練習しに来るんですよ。いや、ほんすごい。その前にちょっと試験があったけど、でも1月飛行機が家を出ないからっていうのが分かった。じゃあそのままあとで、たまにはここで人前でやる練習して、おめえやねえやろ。エルトンジョンやないんやけど。近っぱ工場家そうですね。工場家のひろしさんとしっぽさんのワンマンショーでございます。ワンマンショーじゃないです。いや初めから2人おるし。で今日、最初は AB2 ブラザーズからでよろしいですかね、先輩方。はい、じゃあ邪魔者は消えますので、よろしく。では皆様、どうぞお楽しみくださいませ。はい、こんにちは皆さん。今日はわざわざ、何まともなこと言うどうでもいいよ。いやね、まあまともなこと言うとなると、なかなか言葉が出てこない。怖い話したら、え怖い話いい。ダメ、ジョーさんが帰る気ダメ。ジョーさんが電車に乗ってても帰る気やめて。近所から女が降ってくる。まあね、そんなわけで。どんな？工場券よろしくお願いしますから。いやなんか今更やろ。まあ工場券と書いて。工場券と書いて。工場家。工場家、工場イエーイ。これどっかね、石田イエーイの真似だけどね。パクリはいかあれなんやけど。っていうわけで、まあ、とりあえず恵比寿兄弟から始めます。行く行く、よし、行こう。
今ね、急にうちのバンドのボーカルと旦那さんのマルコムさんが来てくれて、あ、その瞬間緊張して間違えたスワンソン旦那さんですか。そう、そうです。マルコムスワンソンさんです。マルちゃんです。マキアナさんが気がついた。マルちゃんです。やっぱり、マルちゃん運転手飲むか。スワンソンが飲むんだ。スワンソンが飲むよ。スワンソンどっちも足りない。カヨが飲む。カヨが飲む。なるほど。ありがとう。いやね、ここで緊張するよね。今までとない。今までにない、テリハオをちゃんと使うんだ、日本人としてね。俺たちは日本人として頑張ろう。危ない。これから MC 英語でしょ。え、イエスイエス、アキャンできるんだ。できる。ほうほう、オバマじゃねえんだ。もうオバマの時代。あ、そうなんや。喋らんの。喋らんの。そういえばさ、奄美大島ってさ、いや、ブルーコンマッコミ型なんで。特にさ、ヤンバルクイナー英作やろ。少年時代ってさ、面白いわ。そうやね。まあ、うん、いや、終わるかい。終わる。いや、時代は常に流れてる。流れてる。いやね、今日はこう何か喋ろうとかね、こう、アドリブって弱いんやね、やっぱね。何を話したらいいかわからんじゃね。さっきから、ね、演奏しながら次何喋ろうとか思ってそっちか。演奏だったら何喋ろうとか思ってしまうね。うん、まあ、ね、ありがたいことで。乾杯。乾杯。ブラボー。熱唱。え、ひろし君何やったらいい。いや、どうでもいいよ。どうでもいいわ。全部こっち持ってきたと思います。え、まあ、そういうわけで、じゃあ次の曲行こうか。次の曲は、アキラさんが自分探しの旅に出た。あ、見つかりませんでした。見つかりません。ダメや。俺はどこ。俺は誰。いや、ここは誰。君、ここはどこ。日本語おかしい。日本語おかしくって。そうそう、日本人として頑張ろう。
がね、このユニットで一番長い曲なんですけど、まあね、これが終わると全てがこう崩壊していくんだな、うん、もう使い果たす、ね、最後でしようや、まあそんなわけで、なんか面白いことも浮かばないんで、そうなんだ、これ簡単に言うマジ次は俺何やるか忘れてたうるせえわ少し気使えよ緊張しとんやけ、一応、まあね、緊張もまとめて一つのステージやブーンって言うけど大丈夫ブーンって言うけど大丈夫あ、わざとあ、わざとやったらいいやI'm not afraid to die.
僕らの結婚記念日なんですけど、ちょっとごめん、コロッと忘れてました。まだ1年目なんで、おめでとう、おめでとう、あのね、おめでとうございます。いやいや、そう言われてね、15年一緒に暮らしてて、いきなし席とか入れても何も変わらないわけよね。まあ、うちの神さんは俺の名字になったわけだけど、俺は何も変わってない、北条のままね。これって不公平だと思うよね。そうなんだ、意味わからん。え、意味わからん。これから意味を、意味を深い意味を言う。あの、こう今までのね、生きていた悪行をここでリセットできると僕は思ってて、俺は町女の予定だから、言ったらいつの間にか家族の大反対を食らって、家族みんな北条になってきて、ちょっとこれはね、俺的にはね、理由式で、っていうか、この話聞いて、俺、着地で見つからんのやろ。そうやろね、そうやろねと思う。うん、迷ってる。いいやね。うん、いいんだ。いや、ね、これだと俺北条家になったね。家族を俺は大事にしていくことがいいんだよ。そんなあんのねえやろ。何言ってんの。俺も大事にしてくれよ。あなたさ、もう俺が9年なんだよって。お前も9年。俺がどんな人間だよ。どんな人間分かるやろ。分かるやろ。俺、たかだか何年か知らんけど、もう全然分かっとるよ。全然分かっとるよ。ダメ人間ね。まあそんなダメ人間の僕たちが送ります。ラストの曲です。そう、花鳥風月。